はい、おはようございます。本日でですね、鶴見さんの話をね、終わることになりますけれども、そうですね、20年前にですね、私が満杯になった時にですね、集中講義があったんですけど、多分その前日にですね、名古屋にね、早く行ってですね、その日だったと思いますけれども、確か能楽堂っていうのがね、あってですね、そこで講演をね、聞いたようなね、記憶がありますので、思い出したいと思います。ですね、自分自身とね、学問分野はね、全く違うんですけども、やはりですね、学部時代にね、ゼミナールでやっていたことがね、やっぱ根になってましてですね、それで、講演メモをね、見るんですよね。林武二さんって人ですね。で、その方のですね、経歴とか見るとね、相変わらず、なんて言うんですか、私とはやっぱり関係ないようなね、ことなんだけど、ただ、教育面ではね、関係があるんですよね。で、このね、思い出されることとしては、書いてある通りなんですけども、やはりですね、孤立してでもですね、日本文化で生き抜くとか、あるいはまた学問をしないということですよね。それがもう一個言って、よく鶴見さんも言ってたんですけどね、根を持ってっていうことですよね。要は根なし草ではね、ダメだということなんですよね、要はね。そんなようなことがね、思い出されますよね。それがですね、ちょっとメモをね、先生はね、ちょっと、なんですか、メモを取りにくいね、講演をされたんですよね。それはね、仕方ないと思うんですけども、非常にね、博学の方なんでね。ただね、聞いてる方はちょっとね、なかなか難しいですよね、メモを取るのはね。ですけれども、A4 版のね、紙を見るとね、2枚分くらいになってましたね。ちょうどそれがですね、私が集中講義でね、報告することがあったんで、そのレジュメの裏にね、書き込みがあったんですよね。で、それを読み直したらですね、マーカー引いてみるかなとかね、赤チェック入れるかなみたいなね、それをね、今ちょっとここにね、レジュメにしたんですよね、スライドにしてます。それでですね、ちょっと気になったのはですね、鶴茂人さんが、ね、出てきますね。師匠には心がないという岩波書店のね、本がありますよね、単行本でね。それがですね、丸山さんですよね。この人のはやっぱり、なんでしたかね、高校3年の時、現代文でね、確かやったと思うんですよね。それから、後にですね、宇沢博文さんですよね。長野県の確か田中康夫さんの時にね、委員になっていたんですけど、社会的共通信用ですよね。この方は文化勲章あるなしっていう時にね、そういうメモをね、書いてありました。それでですね、鶴見さんのね、2015年、私の母親もね、その20、2020、2015年にね、亡くなったんですけども、その時にですね、10月に制度者からね、こういう臨時増刊が出てましてね、ちょっと表紙とかはあげませんけれども、6年前にね、そういうのが出てましてね、で、そこでいろいろな方がね、鶴見さんのね、思い出を書いたんですけども、私はやっぱり開発経済学っていうのをね、山田敏夫先生のね、開発経済学を習いましたので、それで開発とは何かっていうのはね、この番組の冒頭でもね、開発とは何かみたいなね、ディベロップメントの話しましたけども、相変わらずそう、戻ってくるんですけどね、開発ではどう捉え直すかっていうね、問題がね、やはりここにもね、書いてあるんですよね。で、お姉さんの鶴見和子さんは、内発型天皇なんですけども、俊介さんはね、哲学のプラグマティズムなんですけども、私は、共生の勉強でね、高校倫理のやつはね、プラグマティズムで出てきますので、やはりですね、なんて言いますか、どこかでは接点があるんですよね。で、そういった中で、自分はね、自立、あるいはまた自立ですよね。その開発学の中でもね、立つ方とね、利する方のね、自立。自立した個人として社会をね、どう生き抜くのか。で、矢印。で、この鶴見さんのね、兄弟から何をね、令和の日本人はこうね、学び取っていくのかということがね、非常にね、気になるところですね。で、私自身のね、人生もね、ちょっといろいろ番組でね、言ってるんですけども、このようなね、あるいは、なんて言いますか、いろいろやってはきたんですけども、あと一歩ですよね。英語とかね、社会をね、やってきたんですけどもね。だからどこでね、あと一押しがね、足りないのか、そこら辺をね、見極めていきたいと思います。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。